こんにちは、みゆです。そして皆さん、明けましておめでとうございます。いやー、1年間早かったですね。すごいあっという間だったんですけど、特に12月はもう秒で過ぎていったなっていう感じがありますね。2023年1年間通していろいろ考えてみると、まずずっと目標にしてたアナザースカイ、皆さん見ました？アナザースカイ出演させていただいたり、ついこの間放送があったんですけど、あの頃から私たちはっていう日テレの番組に、インプリのカイトくんと BE:FIRST のソータくんとカイタと、私4人で同窓会っていう形で出演させていただいたりとか、あとはまあずっと行きたかったイタリア行ったりとか、ファッションのお仕事も増やしたいってずっと思ってたので、いつもね着てるお洋服のブランドとコラボさせていただいたりとか、本当に自分がやりたいことが全部ちゃんと叶った1年だったなっていう風に思ってます。皆さんの応援が本当に力になったし、こう自分自身素敵な人に囲まれて素敵な環境に入れてるなっていうのを、なんかもう毎日感じてたんじゃないかな。まあ自分本当幸せ者だなって毎日のように感じれてた1年間だったなっていう風に思ってます。24年もあっという間に過ぎていくと思うので、毎日毎日を大切にしながら頑張っていきたいなと思ってます。この動画のね最後に2024年の目標みたいのも言えたらと思ってるので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで今日は質問コーナー、イエーイ、やっていくんですけども、結構前の動画で答えたやつたくさんありましたので、自分の質問入ってないなって思った方はぜひ前のね動画をご覧くださいという感じです。で、今日実はゲストがいます。ふくちゃん、おいで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 、ふくちゃん、おいで、おいで、おいで。はい、ニコニンとニコちゃんと託してあげる、ふくちゃんです。ふくん、ペロリー、本日のゲスト今日はこの二人と一緒に、質問に答えていきたいと思います。へいへいへい。ということで早速質問の方に答えていきたいと思います。一つ目、2023年やり残したことありますか？これに答えていきたいと思います。2023年はというか、毎年自分がその1年やりたいことをちゃんとやらないといけないことを書き出すし、結構毎日今日やることっていうのをメモ帳に書いて、クリアできた、クリアできた、クリアできたっていう風に毎日消していってるので、あんまりやり残したことはない。だからそうね、2023年やり残したなってことはないです。多分ないはずはい、次、好きな食べ物教えてください。まあ焼肉、タンが好き、タンが好きなのと、フルーツ全般、フルーツと、アサイ、これ追加されたな多分、アサイボール毎日作ってます。頼むとさ2000円ぐらいするじゃん。なので毎日毎朝アサイを作ってます。特製アサイを作っております。次、大型犬好きですか？もともと大型犬を幼稚園年中さんかなの頃から飼ってて、あ、写真こちらになります。イエーイ。ラブラドールを飼ってたんですけど、18歳まで生きて、長生きね。大型犬ってさ人間みたいじゃん。で、私一人っ子なので妹みたいな感じだったんだけど、大型犬が好きです。大型犬大好き。だから街で大型犬とか見ると、友達といる時とかはいやーっていつも大型犬見ながら叫んでます。はい、次、肌が綺麗すぎます。何してるか教えてほしいです。嬉しい。最近肌荒れしててもう最悪って思ってたんですけど、肌は結構気を使っていまして、こちらを使っております。ペンガウディの化粧水と、あとビタミン A を入れるのを毎日
やってます、寝る前に。あとは毎日パックしてる。パックも自分めちゃくちゃ肌が弱いんですよ。あんまり新しいものをバン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 使えなくて、自分に合ってるなこれっていうものを長く使うようにしてます。なので肌を褒められるとすごく嬉しいです。髪の毛サラサラな秘訣は、もうさ、自分の髪の毛数年前までマジでチリチリだったの。チリチリっていうか、まあ、癖っ気っていうのもあるんだけど、もう痛みすぎてチリチリだったんだけど、今ねやってもらってる美容師の方に会った時に、うち来なよって言われて、月に1回トリートメントをしに行ってます。はい、それのおかげですごくすごくすごくサラサラになってるんじゃないかなっていうのと、あとホームケア、家でのケアをめちゃくちゃ頑張ってやってる。使ってるのはこれです。これなんですけど、お風呂出た後に髪濡れてるまま塗って、乾かした後もこれを塗ってっていう感じですね。あとはファンの方にいただいた櫛があるんですけど、それで溶かす。あのね、櫛は3種類持ってて、毎日結構違うので溶かしてる違うので溶かす意味はないと思うんですけど、全部いい感じなのでちゃんと櫛で溶かす毎日小学生の時とか櫛で髪を溶かしたことがないぐらいめんどくさがり屋で、髪を溶かすっていう概念がなかったんですけど、髪の毛綺麗ってさ、めちゃくちゃ大事じゃん。肌と同じぐらい大事だなと思ってるので、髪と肌はすごい気を使っています。はい、次、靴のサイズ24センチです。こっからは、ダンスについての質問かな。やっぱダンスについての質問がすごく多かったので、そちら答えていきたいと思います。ダンスで特に鍛えられる部分は、いやー、私のジャンルの場合は太もも、お尻かな。やっぱ特に足を使うジャンルなので、うん、お尻と足はどんどん巨大化していきます結構足を出す仕事とかあったりするので、私の場合は毎日コロ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 してます。次、今まで経験したダンスの中でハウス以外でこれはというのがあれば教えてください。これは好きっていうのはソウルダンスですね。たまにまだ習いに行ったりするんですけど、ソウルやってる時すごい気持ちいいし、ハウスにも活かせるなっていう部分がすごくたくさんあるけど、特に自分はソウルダンスが好きかなっていう感じです。ダンスは24歳からじゃ遅いですかっていう質問が来ておりました。何事も何をやるにも遅いってないと思ってて、ダンスのいいところは年齢、国、言語、性別とかがもう全く関係なく楽しめる、人とコミュニケーション取れるっていうところがダンスのいいところだと思っているので、遅いとかないよ本当にダンス以外もそうだと思うけど、自分がやりたいなって思ったことをその時にやればいいと思うので、物事に始めるのを遅いとかそういう概念はないかなっていうふうに私は思いますので、次からこの質問禁止したいぐらい遅いなんてことはないので、今からでもやりたいなら始めてください。体幹がすごいなといつも思ってるのですが、筋トレはされていますか？ダンスもそうですけど、例えばスポーツとかスポーツ選手とか特に体幹を鍛えると思うんですね。体幹を鍛えることで踊りの見え方が変わったりとか、踊りが安定したりするっていうのがあると思うので、体幹トレーニングはめちゃくちゃやっていました。今もジム通ってるので、そこで正しくトレーニングできるように筋トレしてます。特に体幹、もう体幹マジで大事。体幹ついてくると自分で踊り変わったなっていうのがね、わかるので、体幹やってみてぜひ。ダンスじゃない質問だこれ。毎日これだけはやるって決めてることあったら教えてほしいです。これは今日やることっていうのをメモに毎日書いているので、そのリストに書いてあることをその日のうちにやるっていうのは毎日
やってます。ダンスを教えている時に大事にしてること、意識してることは何ですか？何かをやるとき、何かを続けるときって楽しいっていう感情がないと物事って続けられないと思うんですよ。なので一人一人とコミュニケーション取ったりとか、クラスの雰囲気楽しくしたりとか、とにかく楽しいって思って帰ってもらえるようにレッスンするように意識してます。次、バトルやセッションで音を聞いて踊れるようになるためにどんな練習をしてきましたか？いやー難しいね。経験かな。やっぱバトルとかセッションとか最初は緊張するじゃん。なんだけど回数を重ねるごとに理解できること、慣れるっていうのもそうだし、最初から音を聞けるなんて絶対無理なので、まあ練習もするんだけど、とにかく出てみるっていうのが、経験を踏むっていうことがすごく大事かなと思います。あとは音楽を聴く練習をすることかな。音っていろんなね層になってできているんですよ。だから例えばハウスだったらどっち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 っていう部分を聞くだけじゃなくて、その音楽にどんな音が入っているのかなっていうのを理解するために、一個一個の音、例えばドゥッカカドゥッカカみたいな音があるんだったらそこだけを聞いてみる、でそこだけを取る練習してみる、ワン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 っていうのがあるんだったらそこだけに集中して聞いてみるみたいな練習をすると、だんだんいろんな音が聞こえるようになってくるので、そういう練習もするといいかなと思います。特にハウスの時に手が汚くなってしまうんですけど、何か対策としてできる練習はありますか？あと腕が下がらないようにするにはっていうのも来てましたね。最初にダンスハウスを教えてもらった時に、脇にこうボールが入ってるようなイメージで脇を開けてあげてっていう風に教えてもらったので、脇を開けることを意識してます。あとは自分が意識してるのは斜めのラインっていうのを結構意識してるので、自分は手をこの位置、ここら辺の位置に置いたりとか、まあ、結構斜めに手を置くこと、ライン、体もね斜めに倒したりとか、こういうラインで使ったりすることがすごく多いので、斜めっていうのラインを意識したりしてます。あと手はブラブラになりすぎないように、手の先まで意識します。長身ならではの気をつけていることがあれば教えて。歩幅ですね。歩幅を自分が思ってるより広く取ってあげるとちょっと安定するかな。これ結構自分がキッズの時にアドバイスされてたことですね。スランプに陥った時やモチベが低下した時の対処方法を知りたいです。モチベが低下しないためには常に目標があるってことがすごく大事で、何のために自分が頑張ってるのかっていうのを見失っちゃうと、どんどんモチベーションって低下していくと思うので、自分がやりたいことっていうのが一個一つここに目標としてあって、それに向かって頑張ってるよっていうのがあれば、多分そこにたどり着くまでモチベっていうのは低下しないかなっていうふうに思うので、目標を作る、やりたいことを作る、ちっちゃいことでもいいので、そういうのを作ってあげると低下しづらいかなと思います。スランプ、自分が壁に当たってる時は前に進んでる証拠っていう言葉をすごく大事にしているので、あんまなんか全然うまく踊れないな、スランプだなって感じてる時も、何も感じてなくヘラヘラってしてる時よりはマシだと思うので、自分が壁にぶち当たってる時は、あ、ちょっとずつ前に進めてるんだなっていう風に考えると、あんまり辛くならないんじゃないかなと思います。なんでハウスをしようと思ったんですか？入ってたスタジオで全ジャンルが平均的に上手じゃないと上の階級に上がれないっていう育成スタジオにいたので、そこでハウスに出会って、なんでここまで続けられたかっていうのは、先生が好きだったハウスミュージックが好きとかハウスダンス自体が好きっていう入りじゃなくて、自分はその一番最初に習ってた時の先生が大好きで大好きで大好きで追っかけてたらハウサーになってたっていう感じですね。自主練の時どんなことを意識して練習していますか？何個も何個も同時に練習するんじゃなくて、例えばですけど、今日は動きのクオリティを上げるぞって決めたら、その日は動きのクオリティを上げることしか
練習しない。で、次の日もっと音を聞きたい、聞くような練習をしたいなって思ったら音にだけフォーカスして練習するみたいな感じで、1日に何個も何個も練習しないで1日1個何かテーマを決めて練習するっていうのが、いい練習方法なんじゃないかなと思います。尊敬してるダンサーさんは？もうめちゃくちゃいっぱいいるよね。めっちゃいっぱいいるよ、そんなのここに挙げきれないぐらいたくさんいますけど、自分の師匠のヒロさんはもう大尊敬ですし、本当に大感謝で、尊敬してるダンサーさんはたくさんいます。はい、やばい、ダンスじゃない質問途中で混ざっていました。今まで何カ国行きましたか？プライベートとダンス別で。ダンスだとこうメモってあるんですけど、ドイツ、オランダ、フランス、イタリア、フィリピン、インド、LA、チェコ、中国、韓国、シンガポール、台湾です。なんかもっとある気がするけどね。プライベートではパラを幼稚園の時に行ったのかな。シンガポール幼稚園の時に2ヶ月ぐらいいました。ニューヨークプライベートで行きました。あとはプライベートというかロケット関係でロシア、カザフスタンには行かせてもらいました。はい、次。待って、めっちゃ質問多くない？じゃああと2個ね、あと2個、いっぱいあるのであと2個。ダンスで周りに追い抜かれるかもって思うのやめた方がいいですか？全然やめなくていいでしょう。これ、そういう気持ちがないと上達しないんじゃないですかね。うん、今そういう風に自分が思ってるかって言われたらそうではないですけど、昔はそういう紙を部屋に貼ってたぐらい周りのことを意識してました。自分が練習していない時間に他の人は練習してるよって書いた紙をダンス部屋に貼ってました、私はストイック。はい、なので周りに追い抜かれるかもっていう気持ちは常に持ってた方がいいんじゃないかなと思います。来年の目標ありますか？2024年の目標ですね。2023年はどうやったら自分のダンスがもっと多くの人に届くかなとか、ダンスの可能性が広がるかなっていうのを結構頭を使って考えて行動した1年だったなっていうふうに思ってるので、今年はダンスをもっと頑張りたいです。海外にもっといろんな国にもっと行こうかなっていうふうに思ってます。自分がダンスをねもっともっと頑張ることでいろいろついてくるものがあるんじゃないかなっていうふうに思っているので、ダンスをもっと頑張りたいです。2024年頑張っちゃいますあとはもっと多くの方に自分のダンスを届けたいし、ダンスの可能性、ダンサーの可能性をもっともっと広げていきたいなって思っているので、ダンスと何か違うことを掛け算してダンスの可能性みたいなのを見つけられたらいいなっていうふうに思ってます。あとはバラエティに出てみたい。来年叶えます、これ叶えたいと思います。早速ね、今月もう嬉しい報告ができるかなと思っているので、ぜひお楽しみにしといてくださいということで、新年一発目、皆さんからの質問に答えていきましたけど、どうでしたか？楽しんでいただけましたでしょうか？最後まで動画見てくださった皆さん、ありがとうございます。2024年はチャンネル登録10万人目指して頑張っていきたいので、チャンネル登録今すぐしてない方がいたらポチッとよろしくお願いします。そしてコメント高評価もよろしくお願いします。切り抜きもお待ちしておりますということで、今年も1年よろしくお願いします。バイバーイ